おはようございます。おはようございます。はい。はい。本日は大分県大分市にあります、はい、丸光鶴崎店さんやってきましたー。はい。前回に引き続き、はい、今回も、はい、初のお店なんですよね。そうですね。初めて来ました。うん、大分での街道伝説は初めてになります。うん、今日は袴ですか。はい。3月3日でひな祭りなんでね、ちょっとひな祭りっぽいかなと思って袴を着てきました。ちっちゃい時とかやってたの？うん、ずっと私一人女の子だから、兄弟の中で一人女の子、ああそうか、兄弟はいるけど一人娘か、男ばっかりなんで。あ、そう、一人娘だ。一応箱入り娘的な存在なんで、箱に入んなそうだけどね。でかすぎて。大きいの持ってきて。おい、違う違う。コンテナみたいなやつ入んないよね。違う違う。ピーマントの中で、こうおひま様の中で言ったら私じゃん。おひま様って。おひな様か。あ、違う違う違う。よく言うね自分でね、本当に。まあね。でもこういっぱいいるじゃん。その中で見たら一番ふさわしくない？おひなさま？うん。どれ？じゃあ何？まあひしもちじゃん。ひしもち。ひしもちやろ。もちじゃん。こんなやつでしょ、なんか緑とかピンクとか、ちげ、なんでせめて人にして、せめてもちじゃんそれ。あ、じゃあおひまん様。おひまん様。ひまん様。明かりをつけましょう、ぼんぼりに。ドカンと一発ハゲ頭しかわかんないんだけど。その続きがわかんない。子供の頃歌ってたのそれだもん。その替え歌懐かしいな。五人林が首ちょんぱとかでしょ。何それ？首ちょんぱ。それも替え歌？いや知らない。いや今めっちゃ乗ったのにこれ懐かしくて。鹿児島にそのひな祭りの歌の解析はまだ来てない。解析ってあった。まだ出揃ってない。あ、鹿児島には五人林の解析出てないんだ。首ちょんぱの話はまだ来てない。解析は出揃ってない。言うじゃん。だから今日は女の子のお祭りなわけですよ、今日はちょっと女性の方にね買ってほしいっていう願いも込めて、私も勝ちたいっていう願いもこねてそろそろ抽選なんでいきましょう。はい、今回も初めての店舗さんなので、丸光だけに見せ場トーク伝説も丸光で頑張りたいと思います。体型も丸くて丸4つ。エリニャ怪盗伝説、月に村雲花に風、322番でございます。スロットの台数超えでございます。本日は撤退します。やっと入れる。ありがとうございます。お邪魔いたします。はい、もうね、私の入場番号スロットの台数超えてるんですよね。うわ、絆。あー、もうメインどころは全部埋まってますね。番長窓まぎとか、バラはちょこちょこ開いてはいる。マイナーな機種がちょこちょこ開いてはいますね。選べるんでちょっとすぐには取らず、あ、これにしようかな。あー、やったやった。今日はですね、やっとご先祖様にお会いすることができたんで、マジカルハロウィン5で頑張ります。はい、ということで、とうとうこの機種を打つ日が来ましたかということで、 KP さんのマジカルハロウィン5で今日は頑張りたいと思います。よーし、頑張るぞ。久しぶりなんでね、ちょっと不安だけども頑張ります。朝一は左リールに青7かな止めて、上段にスイカが止まれば、設定変更された場合はカボチャンスオは斜めリプレイなんで、数ゲームは青7を狙えばいいのかな。なかなかね、もう最初の頃はちょこちょこ打ってたんですけど、もう打つ機会なくなっちゃって、超久しぶり、もう出会った瞬間、もうこれにするって思いました。打ちたいと思って、私のカボチャンスはもうこのカボチャンスから来てるんで。あ、そっか、大事なのは確定画面ありますね。そういえば確定画面とレグ中の示唆か、レグ中の季節がありましたよね、確か。それもしっかり見ていかないといけないと。ジャック・チェリーから発展、え、いった。ジャック・チェリーからのボーナス、結構あれ当たんないと思って狙ってなかった。はい、というわけで33ゲーム投資2本で当たりました。ジャック・チェリーからなのでレギュラーか一色ビッグだったらありがたい。よし、見えないよ、青。はい、あー、歌がいい。ちょっとね、いろいろ思い出しながら打とうって思ってたんですけど、結構早く当たったんでちょっとテンパってる。どうだったかなみたいな。もう本当この台いろいろ細かいじゃないですか。もうこれがこうで、ここで引けばストック何個とか。カボチャンス持ってるけどカボチャンス詳しいわけじゃない。お、チャンスきた、頼むぞ。お、いくでしょう。よーし、このね、下乳がいいよ。これが見れるっていう恩恵。うそうそう、カボチャンスがついてきます。はい、というわけで176枚、ここからあとボーナスね、引いていかないと ART だけじゃ難しいんで、ボーナス引きましょう。あとは他のね、カボチャンス、キングカボチャンス、ワルカボチャンス、ワルキングとか、そういうカボもありますね。それをね、お見せできるといいんですけど、どうなるか。ネクスト。ここでややくとか引いてればね、ワクワクできるけど、引いてないから。これか、カボチェック2個。はい、じゃあね、青。迷うな。右左中でいきますか。残念、終了でございます。よしよし、まあいきますね。大丈夫でしょう。はい、というわけで結界防衛ゾーン、ここでやったるぞ。30と100があるのかな、確か。ここからスタート。30ゲームですね。お、今日チェリー、いやー、もう押したくない。よし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 、ボーナスかも。仲間が増えました。ごいよ。スイカ。お、いいよ。ああ、もう一丁。ああ。あんなに壊れちゃってる。頑張れ。赤。もしかしたらボーナスもあるかもしれない。いいよ、ナイスよけ。あ、来たよ。熱いじゃん、もう。よしよし、もうこれはちょっともう安心しよう。外したらもう大変なこと。いけ、オッケー、よかった。35ゲームですね。いきました。ボーナス、おお、ない。あ、でもいきました。よかったよかった。ここが際どい、際どい。お、マジアツでお願いします。チャンス。マジアツが良かったね。もう一丁。よしよしよし。はい。で、ジャンプ。まあ、上に行けば行くほどいいと。あー、お願い。あー、もうなんもないじゃん。おおあー、チャンスアップなかったけど揃った。よし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 。あ、下パネがピカピカなりました。チャンス2回強調引いてます。歌流れてます。よしよしよし。タキタキ。はい、そうだ、マジで。そうか、さっきカボ揃いしたんで4分の1で金カボさて4分の1引けてるか。あー、ダメでした。あー、強手に初引いたんだけどな。おお、ちょっと弱めの演出だったけど、強調お願いしますよ。お願いしますよ。はい、ああ、大丈夫。ボーナスよかった。危ない。ありがとう。ビッグビッグなぬ。マジカルチャレンジ、マジカルチャンス、マジカルチャンスをいきましょう。夏スタートかな。1回も出せませんでした。赤、さあ、ボーナスある。おー、やりました。これが聞きたかったんよ。お、熱っ、一角。どこで乗ったかがいまいちわからん。ああ、よかった、ナイス。かな。はい。よしよし。強打引いてるからな。おい。お。いやー、ボーナス欲しいな。勝て勝て勝て。ほら、もうちょっと強いので攻撃戦か。ああ。復活。うわー、もうどうしよ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 う、マジどうしよう、もう終わっちゃった。もう500枚ぐらいですかね。深めようのコーナー、イエーイ。深めようのコーナー、はい。このコーナーはバジリスクが大好きなエリナにもっと絆の愛を深めてもらうためにさまざまな問題を出していこうというコーナーになっております。お、素晴らしい。テイク2 テイク2でした。お正直者ですね。はい、前回のあらすじあんの、そんなのあったっけ。するのするの したいんですよ、うん、前回のあらすじ、おぼろのなんか胸ぐら掴んでるやつ、胸ぐら掴んでるやつでなんと55点いただきました。お題は急速旋風かまいたち。あー、難しいな。海猿に出てくる人って私がよく言ってる、俳優に似てるよねっていつも言ってたよね。伊藤英明、伊藤英明か分からんけど、あー似てるかな。まあパッとあ雰囲気、まあ似てるかもね。私がじゃあその人を書けばいいんだ。そうしよう。じゃあ書いてください。いいっすか。いや、はい、いいっすよ。もういつでもいいよ。できました。はい、じゃあ見せてください。じゃんねえ、私さ、やしゃまると間違えてる気がするんだよね、人を。いや、そういうレベルじゃない気がするけど。そうだ、うん、なんか幼くない？ちょっとね、子供だよね。だからちょっと顔にシワを作ってはみたんだけど、わらべっこだよね。わらべっこ、うん、何それ、私たち食べてるみたいになってるよ。点数書きますか。はい、60点ぐらいいっていいと思うけどな。これ結構さ、味があるよね、今まで描いてきた絵の中で。そうかな。結構バランスもいいしね。急速旋風かまいたちって、せーのポン、14点。はい、字も違うからね。違うのこれだけでしょ、でも言うて。いやいや全然。あ、じゃあ正解にしましょうか、うん、急速全部違うんじゃない？え、全部違うの？え、うちこれだけだよ、悩んだの。あ、一個だけ合ってました。これでしょ。あ、これか。ああ、引っ掛けた。かまいたちひらがなやん。幼少期の小四郎。花たれ小僧の小四郎。花たれ小四郎。花たれ小四郎です今日は。ああ、漢字を間違ってましたね。以上、深めようのコーナーでした。深めようのコーナーでした。花たれ小四郎ちゃん。花たれ小四郎。ああ、もうなんかこう波に乗ったんだけどね、ちょっとなんかやりきらなかったですね。もう一回かぼちゃ揃いすればとかね、いい線までいったんだけどな。お、マジでやりましたー。183ゲーム。ちょうどボーナスでございます。よし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 。久しぶりに見たエピソード。はい。てなわけで。うわあ、もうやっとだよ。さあ行きましょう。いい音なりますから。よしよしよし。やっと入れることができましたよ。さあ行きましょう。まあ、大事なのはもうね、かぼちゃ揃いとボーナスを引くこと。頑張れ。ここからバトルループさせないとね。これキャラが確かいろいろあったんですよね。あ、これは結構熱いお化けかぼちゃん強い強い強い。大丈夫大丈夫。おお、いいよ。大丈夫大丈夫。よし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 。でどれかなっていう感じですね。はい、継続。ああ、いいよいいよ。赤ボーナスもねあると思うんだけどな。もう最強。これ結構弱いキャラなんですけど、赤文字だからね、チャンスアップ多いし。よーし、ボーナスお願いします。ボーナス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 。なかったー。イエーイ、ナイス。よしよしよし、うまい。よーし、いいぞ。あれさえ戦うのかなねえあっぱり。よしよしよし。スイカだと思った。スイカスイカ特殊薬。よし、これでいけるぞ。今何個ねループがあるか分かんない。ループじゃないわ、ストック。あ、とうとう。あらららら、とうとう終わってしまわれた。復活もありますけど、あ、14ループで終わっちゃった。でもキングあると思うんだけどな、どうだろう。あ、キングカモチャンス。えい、スタックしましょう。さあスタート。キングカモチャンスはコインが大事です。コインの4分の1でカモチャンスをストックで、ボーナスも特に大事でございます。よしよしよし、これの4分の1でストック。告知されない時も確かあったはずだから、裏で乗ってる可能性もある。お、縛れ。よし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 。あ、違った。ストックしたのかと思ったらただの、もうややこしいよ。もうできたのかできてないのかわからん。まだあった今度こそはねえ、ずっと羽飛んでるんだけど。ちゃんと引いて、お、よし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 、ボーナスボーナスボーナス、頼むぞ。yours. Oh, Toku. やっとだよ。ボーナスお願いします。青文字だ。ダメかな。ダメか。まだあるんかい。別にキヌカボチャンさループないんですけど、なんか一歩ありますね。いいよ。よし。いいよ。チアーズ。まだあるかな。ない。このカボチャンス戻ったよ。ですね、今のカボチャンスの開始画面がなんだっけ、シュガーとメープルとなんか3匹ちっちゃい子たちがいたので、まあ、目に見えるストックはここ以上なので5、6、7、8、9まで大丈夫です。お、歌が変わったよ。おお。やたらさ、黒に行くバトルが出てくるんだけど。イーチ。ほら、ドット。なんで光んの。ボーナス当たってんのかな、チカチカしてるんだよ、さっきから。ネクスト、クロニクルいくんじゃないかな。クロニクルかボーナスかネクストか VS。 あー、やっぱりクロニクルか。頼むぞー。青青だ。強そう。いよいよいけ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 。音が強いので。そう、倒した。おお、やりました。よし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 。やっぱりこうチカチカしたりしてたの、そうだったのかもしれないですね。あの強チェリーからかな。よしよし。冬。はい。ああ、出たー、3ゲームだよ。出るなよ。2ゲーム。よし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 。よし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 。ナイス。ミッションクリアしたら1ゲーム1ゲームごとにナビが出ないまでストックしていきます。2分1で。さあ、あ、ナビ出ちゃってた。ちょっとこっちに集中した。まあ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 、これはクロニクルバトルの恩恵です。まくりましたね。もうワルカボもあるしストックも複数あるんで、もうまくりました。はい、お青だ、底打ちあるぞここ、ああ、あららら、あ、継続率が低かったですね。しゃあない。20セットの1349枚、でもまくれたんで満足です。キングカボチャー、私のカボチャは大きいだけじゃない。はい、というわけで私は実践終了しましたので、絆コーナーを見に行きたいと思います。足踏み入れてないんですよ。でもここで見た感じ、素晴らしいことになっております。こっちから行きましょうか。3つあるんですけど、右側のグラフが今日ですね、本日。あー、いいね。え、これさ、全部出てるよ。はい、隣、あ、ごめんなさい。そしてお隣、レインボーになってますね。そしてお隣もレインボー。そのお隣さんはまあマイナスですね。でもまだずっと打たれてます。隣の方も出ております。はい、そして後ろこっちからまたこう行きましょうか。はい、お隣レインボー、そしてお隣レインボーそして最後角台が素晴らしいですね。綺麗に出ております。すごいね、なんか。はい、というわけで絆コーナー見ました。さすが3月3日だなという感じですね。座れなかったからですね、もう手も届かなかったんでしょうがないです。この後もまだまだたくさん出してほしいなという感じでございます。いつかね、ここの絆取れたらいいなとすごく思いました。はい、以上です。回収が1985枚です。はい、では流したのでもう帰ります。帰ろう帰ろう。よいしょ。さすがかぼちゃんすの先祖ですね。たくさん出たよ。お疲れ様です。お疲れ様でした。はい、はい、結果はですね、投資が1650枚の回収が1985枚でございます。はい、やっぱり出ましたね、また得意技、土俵際の、はい、はい、土俵際のおっちゃらけるだ、なんだっけ、なんだっけ、おっちゃらけるのはいつもですよ。なんだっけ、土俵際のうっちゃり、うっちゃり、うっちゃり、出ましたね。出ました。決まり手、うっちゃり、土俵際からのうっちゃり。え、でもあれだもん、最近ちょっと負け続けてたから街道で。カボ揃いね。16384かのカボチャ揃いで。うん、エピソードをもらって、うん、そのワルカボチャンスが続いて、うん、今となりました。さすが元祖お化けカボちゃん。お化けカボちゃん、それお化けカボちゃんってあれじゃん、もうなんかこんななってたやつじゃんカボチャが 3個ぐらい生えて、うん、じゃないの違う、お化け2つ、あ、2つついてる、お尻大きいから3つに見えんだね。おーいお化けか、お尻のケルベロスでございます熱いやつ、熱いやつ、お尻のケルベロス。絆すごくないすごかったね。すごかったよ、うん、すごかったねえ。前日前日もさ、すごいなんかレインボーレインボーみたいなグラフがなってたから、すごいね。ところでデイリーミッションの方は、あちょっと立つわ。デイリーミッションやっぱ失礼じゃん、ほら座ってやったら視聴者の皆さんに、はい、視聴者もうパパッとやってもみんな今日のデイリー、あ、私が言うわ、やっぱ最初から最後まで。はい一人は任せられん、うん、これは任せられん代役が効かない。今日のデイリーミッションの方は丸知ってますよ。お着席ください。着席締めましょうか。はい、締めましょう。はい、まあ最後状況を見たらね、絆かなり強くて、またいつかね機会があれば来て抽選も取って絆取れるように頑張りたいと思います。引き弱い回とか強い回とかもバラバラでちょっと飽きないようにこう頑張りますんで、これからも見てください。よろしくお願いします。そんなみんなにまる。今日はお尻も実践もカボぞろい。